皆さんこんこにちは佐々木太です今日はアイルランドの個人的に自分が思う3つの良いところについて紹介できればというふうに思いますそれでは早速いっていきましょう1つ目1つ目は語学学校が安いことです語学学校8ヶ月かける3回のトータル2年間滞在できることにアイルランドになっているんですけれどもだいたい語学学校費用っていうのが最初の初回でだいたい30万円程度 でさらに2回3回リニューアルっていう形になるとさらに割引が効きますで午前の部午後の部2つのコースが語学学校ありまして午後の部の方が若干午前の部の方より安くなっていますまあなので本当に30万最初はしますけれどもそれでも安いと思いますけどさらに2回目3回目ってなるとさらに割引になるので本当に安く学校に 語学学校に通うことができますそれが一ついいところだと個人的に思います。で二つ目、二つ目は日本人が少ないことです。自分も語学学校に通っているんですけれども、日本人は自分一人しかいません。まあ、大体こういうのがアイルランドの環境です。他の国に行くと、まあ、アジア人だったり、日本人が多くいて、まあ、同じグループ同士で固まって、なかなか英語を上達できない、そういった。 こともたまに、えー、耳にしまにに耳しすがアイルランドはまあ基本的にそういうことはありません、まあ、自分次第ですが自分本当に日本人と関わる機会っていうのは生活の中でないですし自分も本当に日本人の友達ほとんどアイルランドにいません、まあ、そんな感じで自分をシビアな環境に身を置いて英語を上達させたいそういう風に思う方にとっては本当にぴったりな留学先だと思います で3つ目最後3つ目はアイルランドから格安旅行に行にけることですアイルランド発祥の航空会社ライアンエアとエアリングガスこの2つがあるんですけれども本当に日本でいうとバスでどこかに行くような感覚で、えー、気軽に海外旅行に行けてしまうこれがアイルランドの最大の魅力だと 思います基本的にまあ学生ビザでもワーホリでも行ける国は結局1つしか行けないわけであってそれで多分皆さんいろいろ悩んでると思うんですけれどもアイルランドに来ればアイルランドから他の国に旅行に行けてしまう自分が学んだ英語をその旅行で使うことができる皆さん多分一度は どこか憧れのヨーロッパの国に行ってみたいイタリアスペインだったりまいろいろあると思うんですけどそういった国に一回行って観光してみたい、まあ、絶対誰しも思うことですがやっぱりお金の部分でネックになってきますですがアイルランドから行けば、まあ、自分がドイツに行った時なんかは本当に往復40ユーロで行きましたし本当にチケット高くても2万円程度で本当にどこにでも行けてしまうので 本当にそれが一番アイルランド最大の魅力だと自分は感じます。でホリデーでもう本当に夏だったりいろんなタイミングで多くの学生さんはいろんな国に行って、まあ、自分も友達なんかまあインスタグラムだったりでまあ投稿してるのを見ますけどやっぱりこここれが一番。 大事ななななことなんじゃいいいかなっていう,ふうに思いますもちろん英語を勉強することは大事かもしれませんがじゃあ何で海外に留学しに行くかでもちろん英語だけじゃなくて他の何かもあると思いますやっぱ自分を自身を自分自身を変えるきっかけ探しだったり自分新しい自分探しで、まあ、海外に出てくる人をたくさんいると思います、まあ、いろんな違った文化や違った景色や違った,人,た人々 に触れて初めてそういった何かを自分は得られるというふうに思いますなのでできればいろんなアイルランドだけじゃなくて一つの国だけじゃなくていろんな国に行っていろんなものを人生の中で見てほしいと思いますそれが叶うのがアイルランド留学自分はこういうふうに思います本当にまだまだ ポピュラーな留学先ではないですけれどもこれから絶対によくなってくると信じますし、えー、ただ皆さんは知らないだけで本当にたくさんの魅力がアイルランドにはあります是非、えー、今留海外留学を考えている方アイルランド留学を考えている方あ参考にしてみてくださいそれでは、えー、次回の動画は逆にアイルランドの良くないところ悪いところを 3つを皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。それではこの動画参考になったと思ったらいいねチャンネル登録よければコメントなんかもよろしくお願いいたします。それではまたバイバイ。